はい、皆さんにお知らせです。私たち忍と鳴海独自アメリカンライフライブイベントのチケット販売が4月1日2日から始まります。イエーイ、イエーイ、始まっちゃいますね、今年も。はい、始まっちゃ、今年も始まります、うん、年に一度の七夕の日を目指してますからね。7月の7日去年もね、7月の7日付近でしたもんね、うん、で今年も、ね、まあ、今年もそうなってしまう、うん、まあ、そうなってしまうっておかしいですけど、うん、まあ、織姫と彦星が会う時にはドクアメに会いましょうっていう、はい、その通りです、うん、皆さんも織姫と彦星、全然言えてない、全然言えてない、織姫と彦星、はいはいはい、彦星として、うん、私たちに会いに来ていただく、その通りです、その通りです、はい、その機会がやってまいりました、はい、で詳細としては7月7日金曜日、ドクアメ in 大阪ということで、大阪でのライブになります。で、池田市民会館小ホール、池田市民会館小ホールにてイベントを行います。で、7時開演です。で、次7月8日土曜日、ドクアメ in 東京ということで、場所はタワーホール船堀小ホール、タワーホール船堀小ホール、6時半開演です。で、最後7月9日日曜日はドクアメイン東京、また東京ですが、深川江戸資料館、深川江戸資料館で7時開演となります。それで4月1日、うん、そして4月2日にチケット販売が行われて、4月1日は夜の9時、夜の9時で、4月2日は昼間の12時からの発売になっております。チケット自体は少し分けているので、夜チケット取りにくいなって人は昼間に取れるようになってますし、昼チケット取りにくいなっていう人は夜にチケット取れるようになってますので、先着順となっておりますので、ぜひチェックアウトしてみてください。で、リンクとしましては ticket.jp teket.jpticket.jp で、ドクアメと探してもらえるとすぐ見つかるかと思いますので、はい、楽しみにしていただけたらなと思います、うん、ちなみに奈々美ちゃん、お値段を言ってない。あ、お値段はですね、去年と全くもって変わらず、うん、税込みで3300円となっておりますので、3300でございます、はい、3300となっておりますので、うん、ぜひお時間許す方、うん、お会いできるのを楽しみにしております。そうですね、まあ、プログラムの内容は、まあ、去年、ね、参加された方は分かるとは思うんですけど、まあ、ライブで、皆さんがいつもね、1年間毎週月曜日に、1時間聞くと、1年は52週ございますので、52時間ね、はい、ミニマムで52時間の時間を費やしているその本人2人と、はい、今度は一緒の空間でその1時間、うん、1時間半ぐらいをね過ごそうと、もう架空にこうね、はい、イヤフォンとかで聞いてるんではなくて、同じ空間で、うん、皆さんとお話をライブでしましょうということで、うん、はい、特にトピック等々は何も決まっていないんですけど、うん、もっとね、前回は前回の経験を踏まえて、で今回はもう少しね、この観客に来てくださってる方々たちともうちょっとこうインタラクティブにこう触れ合えるような形でのイベントの進行をできればなって企画はしてます。はい、はい、そうなんです。もう少しね、はい、皆さんを取り込んだイベントになれればなと考えております。そうですね、はい、であと、はい、ジェイコブもねいるし、あとは、うん、もちろん私の家族のフルメンバープラス、今回は、ジャスティンも一緒に来ているので、うん、来る予定とか、もうチケットは買ってあるのでいますなので、はい、YouTube でなるみちゃん、もしくは私たちの YouTube を見てくれてる方にとっても、YouTube の総メンバーがそこにいる、プラスジャスティン、そして、何回かなるみちゃんのチャンネルにも出てくれてるし、私のチャンネルにも出てる、はいはい、あきこさんファミリー、カイ君と、あとお父さんのジェレマイアとかね、うん、意外にお父さんのことを素敵だと言ってくれてる方も何人もいらっしゃって、うん、なのでその、まあ、カイとジェレマイアとかも、ね、確か土日どっちもこう応援に来てくれるっていうことなので、うん、はい、大阪
大阪はない、東京です、東京です、東京か、うん、はいはい、東京だけになりますけどね、うん、あの、はいはい、あ、すいません、ディスクレーマーですけど、大阪には申し訳ない、うん、YouTube メンバーは行きません、あの、私、あ、はい、うん、私と、なるみの2人で行かせていただきます、はい、うん、大阪のインティメタイムです。大阪の人はもっと濃くね、濃く私たちと絡みましょうっていう、はい、濃く、もうお好み焼きソースのように濃く絡みましょう、ね、濃くいきましょう。で、東京、確かにそう、東京に関しては、はい、あの YouTube メンバーも揃っておりますので、まあ、その辺で、うん、あのプラスアルファで楽しみもあるかと思いますので、ぜひぜひね、はい、あの今までの経験から申し上げると、チケットはおそらく早く売り切れる。言っちゃった言っちゃった。いい、あ、でもその分、その分少し大きめを今回は取りましたしね、うん、大阪っていう場所もあの前回とは違う場所をブックしましたし、うん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 、そういう意味ではあのゆとりがあるそうねように、うん、はい、そうですね、しましたが、はい、なんせ第1回目のね、初めてのオフ会とか、毒アメの、毒アメのポッドキャストのライブ、ね、まあ本当に50人でやらせていただいた、うん、最初に、一番最初にやったオフ会はね、50人埋まるなんてちょっと無理じゃない、うん、って言ってたところが、まあ、チケットを販売し始めた瞬間にサーバーがシャットダウンするっていうね、そうですね、あまりのアクセス数にサーバーがシャットダウンしちゃったっていうレジェンダリーを、武勇伝を持ってる、はい、あの私たちですので、はい、まあ別にそこ1分くらいで売り切れた1分くらいで売り切れた、まあ、確かに確かに、それを別にこう、うん、ありがたいことです、うん、本当に本当に、本当に、うん、あの自慢をあの言ってマウンティングを取ってるわけではなくて、あのそうではないですよ。ただあのそれぐらいやっぱり皆さんとこう熱くね、こう距離感を縮めて縮めて、うん、あの本当にこう一体化した女子会のようにあの盛り上がっていければと思いますので、うん、楽しみにしております、はい、はい、楽しみにしております。皆さんでは7月にお会いしましょう。はい、お会いしましょう、はい、バイバイ。